デロイテル。デロイテル、HR、ミズ・デロイダーは、オランダ海軍の軽巡洋艦。同型艦はない。艦名は、英蘭戦争の英雄ミヒール・デロイテル提督に、ちなんで名付けられた。デロイテルは、ジャワ級、ジャバクラスに引き続いて建造され、第二次世界大戦前に、東インド植民地艦隊の旗艦となる。太平洋戦争の初期に、東南アジアで日本軍と戦ったが、1942年2月28日のスラバヤ沖海戦で日本軍の魚雷攻撃により撃沈された。デロイテルは建造中止になったジャワ級の3番艦の代艦としてオランダ海軍の1930年計画で1隻が建造承認された。当初は基準排水量5250トンで15センチメートル、連装砲3機の設計であったが、火力不足であるとの指摘を受け、1932年に改め設計されて、艦隊を大型化して、艦橋と艦首砲塔の間に単装砲1機を追加して15センチメートル砲7門艦として、要求性能が承認された。デロイテルは当時の巡洋艦の多くで採用されていた。広角砲や魚雷兵装を持たない代わりに大行角を取れる 15cm 砲と 4cm 機関砲と 12.7mm 機銃で武装した防空巡洋艦的な性格の艦であった。なお、当初の艦名はセルベスとされたが、設計中にデロイテルに変更された。デロイテルの船体は朝鮮主浪型船体で排水量に比して還元の高い船体は良好なしのげなみ性を持っていた。船体デザインは設計にクルップゲルマニア社が携わっているために同世代のドイツ海軍のドイッチュラント9艘鋼艦に似ており、特に艦橋構造の両脇に船橋を持つ艦橋デザインはポケット戦艦のアドミラルグラーフシュペーに類似性が見られる近代的なフォームを持っている。また装甲板を船体の構造材の一部として設計し、材料には、溶接に適した鋼材や、軽合金が使用された。垂直に切り立ったクリッパー型艦首には、錨が左舷に2つ、右舷に1つが配置され、使用しないときは、フランス海軍のクールベ級戦艦のように艦首に、錨が埋め込まれる巧妙な細工となっていた。艦首甲板上には、ボフォース1938年型 15cm、50口径速射砲を収めた箱型の連装式主砲塔が1機、その背後から上部構造物が始まり、その上に棒立てのついた 15cm 速射砲を単装砲がで1機配置されて背負い式配置となっていた。塔型艦橋脇部に船体幅1杯までの船橋、ブリッジを持つ前後に細長い形状で、艦橋の構成は、丸窓が並ぶ操舵艦橋、先頭艦橋、見張り所の上には6メートル測距儀塔の順である。艦橋には、単小灯台が、艦橋側面に、片舷1機ずつ、全部に1機の、計3機配置されていた。艦橋の背後に、大型の一本煙突が建てられた。売煙の逆流を防ぐために竣工時には、開口部に板を立てたが効果はなく、後に黒いファンネルキャップを装着した。デロイテルは、同時期のドイッチュラント9艘鋼艦と同様に、後部マストを持たない設計であったために、アンテナ線展開のために、煙突後部に T 字型のヤードを設置して、代用とした。艦橋と煙突の間は、艦載艇置き場とされ、煙突の後方には、ハインクル計8型旋回式カタパルトを中心線上に1機を配置し、その後ろにフォッカー C11 水上機2機が露天で置かれた。艦載艇と水上機の運用のために煙突の基部についた9の字型のクレーンが片舷1機ずつ計2機が設置された。上部構造物の末端部に位置する4メートル対空測距儀を乗せた後部見張り所は上から見て底辺を前方に向けた五角形状となっており、そこに対空火器として、ボフォース 4cm、56口径機関砲を連装砲がで元を集中配置された。その下の船首楼の末端部に3番主砲塔1機と、1段下がった後部甲板上に4番主砲塔が後ろ向きの背負い式配置で、計2機配置された。デロイテルの手法には、スウェーデンのボフォース社の新設計の1938年型 15cm、50口径速射砲を採用した。手法は本来は、連装砲塔3機の予定であったが、日本海軍の強力な火力を持つ、新型軽巡洋艦に対抗するために砲馬を、装甲板で、カバーで覆う 15cm 単装砲、砲塔形式でなく、旋回も装填も、人力を追加して、連装砲3機、単装砲1機の計7門装備とした。形式番号は、砲画の形状により異なり、連装砲はマーク9で3機が搭載、単装砲形式はマーク10で1機を搭載した。後に、デロイテルの後継艦であるトロンプ、9系巡洋艦には、改良型のマーク11が搭載された。その性能は、重量 46.7kg の鉄鋼弾を、仰角45度で最大射程 27,400 メートルまで届かせられた。砲塔、単装砲がともに旋回角度は艦首尾方向を0度として左右ともに150度まで旋回することが可能で、動力は電動、非常用に人力が選択できた。バーベット内の溶弾薬機は電動式である。砲身の上下は対空戦闘を考慮され、最大60度から深く10度までで、単装砲画が照明弾打ち上げに適していた。装填形式は、どの角度からでも装填ができる、自由角度装填方式で、発射間隔は、毎分5から6発であった。デロイテルの対空火器として、ボフォース社製1936年型 40mm 機関砲を、連装砲画で5機を合角形に集中配置していた。その性能は、重量 0.93kg の機関砲弾を仰角45度で、射程 9600 メートルまで、最大仰角90度で、高度 1180 メートルまで飛ばすことができた。砲画の俯仰は、仰角90度、深く15度で360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により射界を制限された。これを連装砲画で5機を搭載し、他に近接火器として、ブローニング 12.7mm、50口径機銃を連装砲画で4機装備していた。なお、オランダ巡洋艦の多くで装備していた、魚雷発射管を、デロイテルは装備していなかった。デロイテルの機関構成は、ヤーロー式重油潜哨水管管6機とパーソンズ式、ギアードタービン2機に軸推進と組み合わせて、機関出力6万馬力。速力32ノットを達成した。降支時は75000馬力で 33.7 ノット。燃料は重油を常用で12ノット、6800海里、満載1300トンで12ノットで1万海里の航続性能を得た。デロイテルは1933年9月16日に起工され、1935年5月11日に、浸水し1936年10月3日に就役した。1937年1月12日、デロイテルはオランダのデンヘルダーから東南アジアへの航海に出発し、デロイテルは1937年3月にオランダ領東インド、インドネシアに到着し、以後東南アジアで活動した後に太平洋戦争開戦を迎えた。だが、1942年2月4日に、アメリカの重巡洋艦ヒューストン、軽巡洋艦、マーブルヘッド、軽巡洋艦トロンプ、駆逐艦7隻と共に、スラバヤから出撃し、日本艦隊攻撃に向かう途中に、マカッサル海峡で日本機の攻撃を受け、デロイテルも資金弾により勝破したジャワ沖海戦。2月20日には、バリ島沖海戦にも参加した。1942年2月 27.28 日、デロイテルは、軽巡洋艦ジャワ、アメリカの重巡洋艦ヒューストン、イギリスの重巡洋艦エクセター、オーストラリアの軽巡洋艦パース、駆逐艦9隻と共に、日本軍のジャワ島攻略部隊の護衛艦隊と交戦したスラバヤ沖海戦。が、この海戦で、デロイテルは、日本の重巡洋艦拉致、ハグロの発射した、酸素魚雷2本が命中し、あえなく撃沈された。座乗していたカレル・ドールマン少将や、デロイテルの館長も戦死した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。